で、びっくりした、びっくり、俺は何してやる。はい、1月27日金曜日です。まだまだ寒波の影響で朝は寒いです。すでにウォーキングから帰ってきて花に水がやってあります。どうだね、今からパン作るかね。はい、今日はこれから何だったっけ、アンパン、アンパンを作ります。パンなの、蒸しパン、蒸しアンパン、蒸しアンパンを作るそうです。はい、ホットケーキミックス、お、ね、これを使っていきます。一袋、2袋目、1.5 袋ぐらい。あれにただあんこ入れるだけだ。え、あのネジ棒に、うん、ネジ棒にあんこ入れるの。ネジ棒にはネジ棒には蒸しパン作ったじゃん、四角の。ああ、うん、豆が入ってる、うんうん、あれのただ粉は一緒だけど。何が違う、ただ中にあんこ、牛乳を少しずつ入れながら、様子を見ながら。砂糖を入れてくる。砂糖入れる。シロップとかよく飲んでる。お前何やっとんの、モコ。何やっとんの。練っていきます。牛乳追加。そこに金の、どっち、そこに、あ、これこれ、あ、なんか、はい、あ、飴、何を使う、取りしたい、銀紙、アルミホイルをくっつかないように、あの鍋の下に敷くやつ。鍋の、なんでこんなバラバラになったの、なんでこんなバラバラ、あ、そこは今回はちっちゃく小分けにするの、そう、うん、パンは小分けになってたらいいわ。はい、続いてあんこです。自家製あんこ、小豆も畑で採れたものです。では形を作っていきます。そんなことは知らん。久しぶりに。もうね、おじさんがいるときはいつも好きだね。見出ちゃった、人は分かる。
ダメなところです。はみ出たをアルミホイルで隠す。なんで隠す？死体シクザクが隠したわけじゃない。シクザク。もっと練らんでいいの？生地。じゃ練ったらね膨らまん。名古屋のおばさんがねギュギュギュ練ったんだって。うん、そしたらあの全然膨らまんかったでこれ練っちゃいかんっつって。そんなだってそうやってちぎれちゃうじゃん。でも蒸せばくっつくも。あんまり練りすぎると膨らまないそうです。どう思う？本当かどうかは分かりません。もう明らかに入らんぞこれ。あんこ入れすぎだよ。あんこたくさん入ってまた来年の注文がもう入った。何の？あんこください。誰から？あんこ送ってください。小豆じゃなくて。小豆を送ってください。そんな送るほどできたっけ？ペットボトル1リットルのペットボトル2本ぐらい。え、1リットルだった？あ、1.5リットル。あ、2リットルか。2リットルに3本ぐらい。ほんで、全部まとめや4本だけど、原田さんに1つあげたのね。もうちょっとあげすぎ。うちで食べるものがなくなった。うん、あるよ。もう6月にまたマカニカなんでさ。いいじゃん。でも見てびっくりした。ビッグで見てびっくりした。ビッグだけに。何を見て？あんこ？あずきを見た。ああ、あずきの値段。うん、あんこは安いよ。うん。で砂糖が入って味がついてて、それで安いよ。これかなりたくさんできるね。そうだね。こちこちこたたく。下の方あんこ、まあんこもバリバリ見えちゃったじゃこれ。いややるな。恥ずかしいでやるんですよ。こんな感じで作っていきます。作ってもね。はい、今。蒸してます、うん、上に何が小豆小豆一応これも映えるように、うん、いつもはつるっとしてるもんね、うん、圧力かけるとね見たりなんかができんじゃん、うん、圧力かけん方がいい、うん、圧力かけた方がいい。初めてやるもんで圧力がどれぐらいかわからんもんで、うん、前の鍋だったらできるけど、うん、これのが頭すぐ取れます。様子を見ながら圧力鍋、圧力をかけずに圧力鍋で蒸してます。もういいよね。裏が蒸してあれ、蒸らればいいんだもん。表はもういいのに。これはよくわからんけど。表はもういいので、こっちをひっくり返して、ここが蒸れとればいいだもんで、もうだいたいいいね。だけどもうちょっと蒸し。大体沸騰してから10分ぐらい。沸騰してから10分ぐらい？だね。うん、出来上がり。いいよ、ね、どう？ネチャネチャしてない？ネチャネチャしてないの、ね、じゃあ蒸し上がったんじゃない？まだちょっといかんか。もうちょっと蒸した、まあ、まだちょっとどうすんのこれ。パックリ開いちゃって。いや私が食べる毒じゃない。出来上がり、うん、でこれで冷やして食べる、うん、あったかいもんね。美味しい。結局1,2,3,4,5,10 個できた、うん、またこの5個を先に蒸していきます。
田舎ね、車ぶつけられてね、で農協の保険入ってたもんで、渡辺さん50万まで使えると。でこっちの。なんでこっちの。こっちはこっちは失敗作だから、こっち失敗じゃない。このちっちゃいやつを食べる。熱いな。熱くて食べれん。うん、今までね、あんこがちょっと甘くない、もうちょっと砂糖だ。え、別にあんこいいぞ、これで。ほんで今度これ冷めたらね、焼いて食べる。カリカリになって美味しいよ、焼いて食べると。あんなあんこ入れちゃうけど、あんこさ、たくさん入れた感じだけど、これ周りが膨らんだもんね、膨らんできたもん。あんまりあんこが入ってない感じになっちゃう、うん、うまい、美味しいです。もっと薄くすればいいね、うん、はい、じゃあこれをお持ち帰りで冷えたらオーブンで焼いて食べたいと思います。はい、今日のおやつは蒸しあんぱんです。